まあ、東京のテレビ局なんですがね、まあ、後発のっていうとこあるかもしれませんが、水さんが夜、この、掃除するわけですよ。で、当時はその、夜中の番組が終わると、それを解体して、次の日の番組に備えて、もうセッティング入るわけですよね。で、時間が非常にもう、押し迫ってますから、もう、慌ただしい仕事をして、もう、すぐに掃除にかけてっていうわけですよね。で、何か気がついたら、事務室だけで掃除してたって言うんですよ。ただ、なんか知らないけど、っていうの声したんだよ。誰だわ、ふざけんじゃないぞ、おい、やめろよって言って、やったって。そしたら、おい、ダメだよ、やめろよって、そうした。でも、大概そのぐらいでもって、はって出てきましたね。誰も出てこない。しつこいやっちゃな、しかしな、人を音がしやがってバカ野郎と思いながら、平気だった。で、やってるときに、こう、物が裂けるような嫌な音がしたんで、何なんだろうと思って周りを見たらば、あるのは、その、二重といってね、ちょっと台なんですかね、畳一畳分ぐらいのやつを持って、高さがまあせいぜい十何センチか十五センチかそんなもんでしょうね。台がいくつか使うわけです。舞台のセット作るんで置いたんですよね。それが置いてあったんで、なんだ、姉から聞こえたなと。で、シャッカ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 吐きながら、何気なくひょいってみた。したらなんかがプッと動いた。何が動くんだろう。厚さ十五センチぐらいで向こうで動けるもんそうないですからね。で、気になるもんだから吐きながらどん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 近づいたら、また、と本気まで近づいたら二重の裏からにょーって手が出たんですよね。そのまんまやつ腰抜かしちゃって、あそこは何なんだよって言ってましたけどね。そういう話聞きましたね。中山門のロケでもって、まあこれ名前出しちゃうと申し訳ないんですが、まあ有名なタレントさんでもって、今風には SK さんですかね、楽しいフォークソングなんか歌った方ですけども、バイク戻りになってはもう分かっちゃうしないですかね。その方の、ふるさとへ行ったんですよ。それで、ずっと谷合の、こう、道を歩いてましてね、もともとそのアウトドア志向の方で、私もとっても好きな人なんですけど、で、途中まで来た時に、その、橋の、足の部分だけが川に残ってるとこあったんですね。谷川が流れてましてね。で、それ見た瞬間に、私抵抗なく、ここあれだ、吊り橋があったんでしょって言ったら、うん、って言うんですよ。普通で言ったらば、足場があるんだから、吊り橋っていうのもおかしいんだけど、私はなんとなく、吊り橋があったんでしょって言ったんです。へぇー。で、話しながら、ちょっとこれ、脅かしたろうかと思ってね。石の足のとこに、子供がいるって言ったんですよ。それ全く私が勝手に自分で作り上げて言ったんですよ。で、また嘘を言いなさい、って言うんですよ。彼はもともとそういう話を信じない。いや、本当よ。嘘って言うんですよ。それでまた少し映像を撮って、そしたら彼が、稲川さん、今子供いるっつってね、あれどうしてるって言うから、あれね、って言って、ほって見たら、子供いるんですよ、本当に。私が言った位置に。嘘だと思ったけど、もういるよ。どんな感じって言うから、頭丸刈りで、着物は黒っぽいような着物でもって、なんか知らないけど肌色っぽいような、でんでん太鼓みたいな模様を着た、子供が川の中に足突っ込んで立ってるよ。本当に、本当本当言ったんだ。それでじゃあ移動しましょうかって歩き始めた時に、稲川さん、あの子どうしてるって言うから、ひょいっと後ろ見たんですよ。あの子今度は橋のあの足に抱きついて覗くようにこっち見てるよって言うの。その本人が、その自分のご兄弟がマネージャーやってらっしゃるんですけど、ふっと顔見ましたんですよね。二人真っ青なんですよ。じゃあそうだって言うんですよ。何があった？稲川さんね、実はその子ね、昔あの向こうにあったレストランに男の子がいて、自分はとっても世話になってんだけど、10歳ぐらいの時にここで事故に流されて上がった場所はここなんだけど、その時頭丸刈りで黒い着物でそういった模様も着てたんだよねって言うんですよね。私の工房が茨城なんですがね、そこへよく遊び来るおっさんがいるんですよ。その人が、稲川さんよくテレビでそういう話するけどね、あるねあれすごいねって言うんですよ。
何かあったんですかって聞いたら、いや、仲間で釣りが好きな人いて、私も好きだから一緒に行った。そして行った場所が、こともあろうに、その日光の、ダイヤ川、ありますよね。それも神様の橋かなんかがあって、本来なら行っちゃいけないなところ、こっそり夕方行って、まあ悪くや密漁みたいなもんですよ。で、そのおっさん、こっち側、川挟んで向こう側にその友達がいたって言うんですよ。別に釣り気はないんだけど、竿を垂れて、しばらくいて、あいつはどうしてるかなとひょいってみたら、向こうに立ってて、手振ってるって言うの。あーってこっちを手振った。そしたら向こうが、あーって釣りじゃないんだけど手振ってんの。なんなんだろうな、あいつ。ね、両手振って走ってやってって言ったら、とっ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 と走んだそうですよ。で、そこで、あーって、どけんだおいって言ったら、まだ走ってんのそうですよ。見ると手をブルブル振ってんだそうですよ。あいつ竿を振って手振って何してんだろうって、どん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 行ったの。で、どん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 行くから、おっと見たら、あーって声がした場所が違うんだよ。友達は別のところで釣ってるんだ。元のとこ目やったら、その手振って、竿を振りましたよ。どん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 そっちに近づいてってる。じゃあ、あいつは何者だと。よーく目凝らしてみると、竿ではなくて、持ってるのは刀で、鎧を着てるって言うんですよ。危ねえぞ、おめえ危ねえぞーって言った。なーにーって、危ねえぞーって、なーにーって言ってるうちに友達が、わーすって、バーッと走り出す。そしたら、後からその鎧のやつがバーッとついてくるんだそうですよ。必死になって逃げるから、一緒になって自分をかわしながら、逃げろー逃げろー逃げろーって。浅瀬になったら、パパパパって。その時はもう姿がなかった。今のなんだおい。どうしたいって。いや、俺お前だと思って手振ったらよ。走ってって先でお前向こうで来いしたから、見たんだよ。あれなんだいってな。なんだいじゃねえよ、お前。血だらけになった侍がお前刀引っ張って、お前ブル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 振り待ちながら、俺に向かってきたい。稲川さん、あいつも俺もあったんだよ。いるんだね、あんなものがね。往来も二度と行かねえよ、あそこへは。って話を聞かせてくれました。もう、これもだいぶ前の話なんだけども、もう全然キャンプ慣れてないんですよ。で、これ、こうやってのが。で、私も、キャンプ慣れてなかったんだけど、何度かやったことあるんですが、そんな中持なんですけど、どこへ行ったやら、まあ、わかりませんが、多分、まあ、東京近郊の山だったんでしょうね。出かけたわけで。で、素人の癖してテント張って生意気に、その中に入ってたわけですよね。で、やっぱり寝るったって、普段慣れてませんから、どうもうまく寝れない。そのうち疲れてて、くすり寝込んじゃったんですね。夜中に寒いんで目が開いた。ただ、隣にいるはずの友達がいないんで、あいつどこ行ったんだろうな、と思ってた。で、小便でもしてんのかなと思ったら、向こうの方から、カシッ、ザカッ、ザカッ、カシッ、ザカッって、もう乗ってきてんだと思う。それにしても随分帰ってくるのが遅いんで、気になっちゃった。で、テントから出て、名前を呼んだんだけども、返事がない。でも、確かに向こうの方から、カシッ、カシャッ、ザカッ、なんか掘るような音がするんで、音のする方へ行ってみた。なんだろうな。そうすると、夜の月明かりの中でもって、山のそのヘリのとこなんだそうですが、かなり高いとこでもって、友達の影が動いてる。あいつだって、おいおいおいって呼んでも、耳気もしないで、ガッシャ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 な。気持ち悪かったので、自分行ってみたの。何やってんだお前ぼーっと冷めてこっち見るんだそうですよ。おいほらおい何やってんだよ。うん。あうん。この人がさ、穴掘れってから穴掘ってんだ。この人誰だよって、ほら言うんだそうですよ。お前夜中に穴掘ればかいねえぞ、お前来いよ。見たらかなり深く穴掘ってたんですね。で、その時にこの人って言ったそばを見たらば、不思議なのが、もう一人まるでいたかのように、そちらに父が乗ってあったんですよ。気持ち悪いから、お前、早く来いよ、行こうよって言って連れてきて、で、そいつも寝ちゃった、自分も寝ちゃった、朝になっちゃった。もう、すっかり次のことは忘れてるわけで、昨日のことなんだね。おめえダメだよ、昨日お前穴掘ってて気持ち悪いな、お前は。って言って、うん。って、まあ全然何もなく、キャンプを楽しんで、ね、物作ったり食ったりしてやってたの。で、またまた夜になって、じゃあ寝るぞってことで寝るなって。で、寝てるうちにまたふっと目が開いて、ひょいと見たらいないんだ。あのバカまたどっか行っちゃったなと思ってね。それで、様子伺ってると確かに向こうので、キャイン、カチンっていうような音がする。で、ザラザラって音がする。おーいおーいって見ながら、昨日のその場所行ってみた。案の定、誰かが一生懸命スコップで持って、今度は土を戻してる。おーいおーいおーい近づいてったら、そのシルエットがなんか違うんだ。あれと思って、
おーいって言ったら、それでくるっと見て、さっといなくなっちゃった。なんだーと思って、見てみたら、穴に腰まで埋まって友達が立ってるんですよ。穴の中に。お前何やってんだよお前、土かぶったの死んじゃうじゃねえかって言ったら、うんって見た目が点になってて、ほとんど意識がない。あと来い、あと来いって言って、それと引っ張ってあげて、連れてった。全然意識がない。もうこれ良くないから、場所変えようやって言って。テントを変えて、まあ、一晩今日送ったら明日降りようやっていう話してた。で、ずーっとその日は気になったもんだから、夜もほとんど寝ないで友達のを見てた。夜中になったら風が吹いてくると一緒になんかこうっと来るんだそうですよ。遠くの方から、おーい、おーいって呼ぶんだそうですよ。おーい。と友達ムクッと来たんで、行くんじゃないよ、行くんじゃないよ絶対に。一体何が言ってたのか知らないけども、お前な、行くんじゃない、行ったらお前絶対殺されるぞ。さすがに怖いもんだから、彼もブル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 震えたき、ありったけのもん周りにかぶってずーっとテントなんて起きてた。ところが友達の方はうっつらうっつらうっつらっつらして寝ちゃったんだ。そうなるとこっちも安心するもんだから、じゃあ寝ようか、うっつらーっと長いこと起きてたんで、やっぱり疲れが出てきたんでしょうね。ふわーふわーとして眠くなっちゃった。テントのすぐそこでもって、おいって言うんだそうですよ。んおいって言うんだそうですよ。ん自分ら二人しかいないんですよ。おいって、おっと思って見た。おそろそろテントの外に行って、誰もいない。でもすぐ近くで、おいはいって見たら、テントのすぐそばのところに、ちょうど地面から、鼻から上だけ出した方が埋まってて、目がこっち向いて、おい出してくれよ。一人でもってカメラ持ってですね、あっちこっち取り歩くの好きな奴がいるんですよ。仲間内でね。まあ、ちゃんと会社にも勤めてますけども、まあ、大体やることは代理店に似たような仕事ですから、自分のスケジュールでこう動けるんですけど、これはそれ趣味なんですよね。で、大概旅は一人なんですが、なんかがあると、私にそこから連絡くれたりもしてたんですけどね。まあ、最近お互い忙しいんで、そうしょっちゅう会うことないんですが、こいつがたまたま旅先でもって、怪我しちゃったって言って、なんかこう、まあ、もうちょっとかなんかやっちゃったんでしょうね。で、ダメだよ、帰れないよって連絡があったんですよ、私には。で、あ、そう、お前な、たまにはそういうところでいい空気したがいいよって言ってたんですね。ええ。で、その後、気にはなってたんだけど、連絡しなかったんですが、彼が突然慌てて、電話来たのは、それから、まあ、一週間ぐらいからですかね。おい、俺もっと早く帰ると思ったんだけどさ、病院長く行き過ぎちゃったよ、って言うんですよ。俺も絶対今日帰るからな、って言うんですよね。何があったんだよ、って言ったら、いやが、ここで話すと俺怖いから、帰ってから話すよ、って言うんですよ。彼が病院に入って、まあ、あちこち、こうね、具合悪いって言うんで、見てもらうわけですよね。まあ、もうちょっとかなんとか知らないけどやったらしいんですが、まあ、その辺のところ、定かじゃないんですけどね。で、まあ、一週間ぐらいでもって入院して治るというような話だったんで、じゃあまあいいやってんで、私に電話入れたらしい。で、ところが他のところはしっかりしてるわけですから、動くに動けるわけですよね、彼は。別にそんな具合悪いわけじゃないんですよ。で、早くに消灯でもって、ましては田舎の小さな診療所みたいなことですから、やることないんでね、しょうがないからあっち見たり、こっち見たりやってたんですよ。で、まあもう寝ちゃうよと思って、で、コロンって横になったら、なんかドアが、いーっと開いてあったんですよね。ドアが開いたのか。そしたら、なんか、ふわーっと明るいのが出してて、誰かが立ってんだそうですよ。なんだ神木さんかと思ってた。だからその階がトコ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 って寄ってきて、並びのベッドがいくつかあるんですが、そのベッドのところに立ってるんですよ。で、そこで、なんかじーっと見てるんだそうですよ。なんだと思ってた。子供なんだそうですね。そのうち、まりでもつけない。トン、トン、トン、トンと音がして、で、クスクスっと笑ってるのかなと思ったら、また、いーって飛ばしも行っちゃったって。なんだあの子こんな夜中にと思って。で、明け方になったらバタ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 みんな動いてるもんですか、何があったんですって聞いたら、並びのベッドの方が亡くなられた。え、そんな悪そうに見えなかったけどって言ったら、え、急に昨日亡くなりました。あ、そう。気の毒にね。で、その夜、また彼寝てたんですね。そしたら、いーってまた動画が開くんだそうですよ。ああ、なんだと思ったら、昨日の子供が立ってんだそうですよ。あれあの子確か、亡くなった人のベッドのとこ昨日いた子だなと思って。
なんだろうと思ったら、ふーらふーらふーらふら歩きながらあちこち見てるのそうですよ。で、自分のベッドの上の車だから、とぼけちゃおうと思って寝てた。で、その日は済んだんだけども、その翌日、また、いーって会えたら、駒立ってるのそうですよ。あれって何なんだろうなと思ったら、トン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 、周りの音がした。ほんで、また、自分の並びのベッドのとこ並んで、じーっと見てるのそうですよ。で、そのうち、クスクスっと笑ったと思ったら、また、トコ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 歩いて、出ちゃった。ドアがパタンと閉まったってね。よせよ、まさか、と思って。で、朝になったら、また、病院の中が騒がしい。バタ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 人が動いてね、どうしたんですかって聞いたら、いや、並びの方が亡くなった。え？看護師さんのところで、この病院子供入院してんのって聞いたら、いや、そんな子いませんと。いや、夜俺子供来たの見たんだけどって言ったら、いや、そんなはずはないですよ。これに病院に、子だけだし、ましてはそんな子たちなんか扱ってはしないし、夜だからましてはね、そういう子供が訪ねてくるわけがない。じゃあ身寄りでもなくよ、入院したのに一体あの子何なんだろうと思ったけど、まあ、それ以上聞くのもなんだからまあいいやと思って、それでベッド入った瞬間にふっと思った。一番最初見た時にその子が笑ったところっていうのは亡くなった人で、次にやってきてやっぱりベッドの子立ってじーっと覗き込んで笑って帰った。で、これは亡くなった。あの子が来ると死んじゃうのかなと思った。で、順番から言うと今度は自分のベッドなんですよね。冗談じゃねえぞ、俺には来ねえだろうな。来るわけないよ。俺はこんな病気だし、大したもんじゃないんだから。もう退院するんだからな。でも部屋変わってもらおうかなと思ってた。でも空き部屋はないからしょうがない。ね。二人がいなくなって部屋はむしろ白くなったぐらいですからね。で、寝てました。夜中になったら、いーって止まってくる。なんと思ったら、子供が立ってる。それが、トーン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 、鳴りつけの音がしながら、どん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 自分のベッドに来た。それで、自分のベッドの枕元に来て、じーっと自分の顔見るんで、目開いちゃった。ほう。そしたら子供が黙って自分見てるんで、帰れ！まあ、帰れよ！俺はまだ知らねえからな。お前なんか殺されねえからな。帰れよ！帰れよ！そしたら子供がまだじーっと見るんで、帰ればか野郎、お前なんか大嫌いだよ、帰ればか野郎言ったら、その子がスーッと窓の方へ歩いてった。トーン、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 回りつきながら、二度と来るなよ怖くて叫んだそうですよ。そしたら、その窓のとこで、くるーっと後ろ見た子供が、すごい恐ろしい顔で、口を開けて俺を睨んだぜって言うんですよね。あれはね、死神だぜ、ちんちゃん。言ってましたよね。テレビの番組でもってですね、局アナ、系列局局アナ28人の女性アナウンサーを集めてクイズを出すっていう番組があったんですね。で、まあ、それは特番なんですが、稲川さんすいませんけど、出題者になってくれないかって言うんですね。あ、いいですよっていうことで。ただし、いろいろ個性を出したいんで、稲川さんの場合には、申し訳ないけれども、その怖い話か何かをしながら、それで、その状況状態でもって問題を作りますんで、どうでしょうか。その時どうなったかとか、うん、その時どんな反応があったとか、話はこれからどうなるか。まあ、その辺でやろうっていうことで。あ、いいよ。たまたまその局でもって仕事が終わったのは4時半ぐらいなんですよね。打ち合わせをして、簡単にやって、それで5時ですよね。これから出発して撮ろうってんですよ。そしたら、その場所がですね、大菩薩峠だったんですよ。あ、いいですよって言うんで、バス乗って行きました。で、俺はもう着いたらもう相当遅い時間で、おまけにこの雪がまだこう固まって残ってましてね、車が入らない。時間がないんですね。で、どこにしようって話になったんで、私もどこでもいいよ、ということになっちゃった。と、じゃあとはって言うんで行った場所が、こともあろうにその、富士の樹海なんですね。青木ヶ原。私はそこ嫌いなんだ。うん、いろいろあって嫌なんだ、あの場所は。で、闇雲にただどこでもいいからってわけで、あの樹海の真ん中をこう、剣道が走ってるんですよ、まっすぐに。そこがダーって、途中で消防署がある。そこを左に折れて、ザーッとだいぶ行った。私思うんだけど、多分これから死のうというような人っていうのは、人に見つかりたくはないけれども、人間最後の墓標のようなもの欲しいと思うんですよね。腹っぱでもって遠足かなんかで行ってて、はい、休憩ですったらやっぱりみんな場所を選びますからね。多分亡くなる人ってのはきっと場所を選ぶだろうと私思ったんですよ。それで行ったら、ちょっといい場所があったんですよね。ここなんかいいんじゃないかなと。
で、車を止めて、みんなで入ってったんです。まだ、4月のことですからね、下には雪も氷も残ってるんですよ。固まってましてね、そこを、トッコトッコトッコとかしてた。もう夜中もだいぶ行ってましてね、霧雨がザーッと降ってるんですよ。そこ懐中電灯と、照明さんのライトを頼りに、トコ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 行くんですよね。登りになってましてね、かなり寒いんですよね。で、樹海の葉はまだついてないんですよ、あんまり。ただ、うっそうたる世界だから、もう、ちょいと先は闇って何も見えないんです。途中で嫌な気持ちがしたんですよね。嫌だな、ここ。気分悪いな、と。そしたら、その照明さんがこっちへ、ラッとライトを向けてくれた。私の後ろに大きなモミの木があるんですよ。へぇ、これモミの木があるんだ、と思ってね。なんか、皆さん、これで話しますってから、いやいや、もうちょっと行こうや。で、また、ああでもない、こうでもない話しながら、とっとっとっと、とっとっとっと。ここ嫌だな、どうしようかな、と思ったんですけどね。まあいいか、これにしようかな。で、また照明さんがライトをポッとこっちに向けてくれたんですよ。私、先頭歩いてたもんですからね。と、またそこにも大きなモミの木があるんですよ。その時なんか気になってね、ひょいっともみの木の裏側、影になってる部分見たんです。太い枝が伸びてるんですが、ちょうど地べたからそうですね、かれこれ、3メーターぐらいでしょうかね。なんとそこから紐が下がってるんですよ。ふらーんと下まで長い紐が。嫌だね、こんなとこ紐下がって何なんだろうね、と思って。で、その紐の下の先を見たら、その真下に石が敷いてあって、その上にコップが乗ってるんですよ。半分土かぶってるんですよね。水が溜まったまんまになってて。うわ気持ち悪いなここって、ゾゾクッとするもんがあって、みんなが嫌だなどうしようって、皆さんこれまずいかもしれないですねこれとか、うん、ここまずいけどもうちょっと行ってみようって、行くんですかって、いやだって縁ならないじゃないか、もうちょっと行こうやって、じゃあ行きましょうか。局穴の女の子二人もすっかり舞い上がっちゃって気分悪いわけですけど、ああだこうだ言いながらどん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 行ったんですね。でどうしてもここしかねないだと、嫌だなという場所もあったんですよね。これ以上行きたくないしここにしちゃおうか。そこはちょうどですね、木が2本生えてるんですけど、枝がほとんどなくて、こともあるんですよ。皮を誰かがむしったように、皮を剥かれた木が2本バーンと立ったんですよ。またこの、あちらの世界に入っていく門のような感じがするんですよね。もしも私がですね、これから死を選んで、そっちへ行こうとする人間だったらば、何かの目印に選びそうな気がしたんですよね。ここだよね、って言ったんですよ。皆さん相当気持ち悪いですよ、ここ。絵にはなりますけどね。とディレクターが、すいませんけど稲川さん、この局穴のこの女の子だけど紐で湧いて一人で奥へ行かしちゃまずいでしょうかねって言うんですよ。そりゃかわいそうだろうと、その子が涙ぐんでんだけど、やってみますと、大丈夫って、やってみます、かわいそう、じゃあすいませんお願いします、かわいそうに、どうだい紐で湧いといて、それで頭にヘルメットかぶって、そのヘルメットからライトが一個と、それから自分を映す小さなカメラが一個ね、それで肩からば懐中電灯と、プラロイドのカメラ下げて歩いていくわけですよ。あ、行った行ったと。大丈夫かって、はい、大丈夫です。大丈夫かって、はい、大丈夫です。うん、あ、すごい木があります。とか、あ、引っかかります。と言ってるうちに、どん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 奥行っちゃうんですよ。ふと、この木々の間っていうか、その原生林の向こうに、チャー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 と明かりが動いてるの見えるんですよ。で、あー、嫌だーとか、あーって声がするんです。かわいそうにね。大きい声で、どだー大丈夫かー、マイクを通しての声なんですが、はーいっていうのが聞こえたんですよ。そのうちに、進めませんっていうのが聞こえたんですよ。どうしたんだーって言ったら、引っ張られてるんですって言うんですよ。あ、はい、ね。で、私真っ暗なまんま、そのロープを頼りに、あっちこっちぶつかんながら一生懸命行ったんですよ。大丈夫かー、いるかー、さあ、立ってんです、そんなのか。何にも引っかかってしないんですよね。で、その子、稲川さん、あそこちょっと違うと思いませんかって指さすんですよ。あの、気丈な子でしてね。見たら、他は雪かぶったり何かしてるのに、一箇所だけ丸く、この臭い葉がですね、こう、ゆっくりと、こう、ファーっと散らばってる場所なんですよ。あ、随分綺麗なとこなんだな、と。ん?と思って、懐中電灯借りてこう照らしてみたら、すんごい大きいもみの木があるんですよ。またもみの木か。なんだかこの、死へ繋がる一里塚みたいなもんで、やだね。で、その子の、綱ほどいてやって、で、プラを受け取って、一箇所、二箇所、三箇所ぐらいこう取ったんですよね。それで、もう一回近づいて三箇目に取った場所のとこ行って、ピシャッと取ったんですよ。で、その子を行かせながら、私はロープを手繰りながら、出てった。それで、手で持ってパタ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 、取ったばっかのプラのね、映像、写真をね、見ようと思って、こうやんながら行って、パタパタやんながら歩いてった。
みんなが待ってるその道があるんですが、それにだいぶ近づいた頃になったら、写真がだんだん出てきた。3枚目に撮った写真見たらば、そのほかほかした場所に白く横たわってるものがあるんですよ。なんか人間っぽい格好してるんですよね。なんで映ってんだと。変な言い方かもしれないけども、そういう状況っていうのはしてやったりですよね。やったでったらもんですよね。これをどん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 見てるうちに、骸骨が寝てるんですよ。はぁ、口開けて、かぁ、うーっと思ったんですよ。だし自分の後ろには何にもない原生林の中ですから、あんまりいい気持ちはしなかったんですよ。でも、偶然にもその場所を私はアップでもう一回撮ってるんですよ。だから、そのアップで撮ったやつ見てみたら、だってもしかしたらこれ岩かもしれないし。ねえ。そうすると何にも映ってない。ってことは、片一方の同じアングルで撮った写真には何も映ってないのに、片一方に映ってるってことは、それは、これはもう、要するに岩がその死体に見えたり、骸骨に見えたわけじゃないってことですよね。いや、すげえなーってみんなに見せろと思って、みんながいるから、ねえって言ったらみんながシーンとしてるんですよ。さっきまでワイワイ言ってたんですよ、みんな。シーンとしてる。音声さんが耳にヘッドホン当てて、押さえてじーっと聞いてるの。顔を傾けて。ディレクターもだなーって言うんですよ。遠くの方で、音がするんですよ。車だったら、って音してる。それが、変わらない。じーっと聞いてると、原生林の中を、こちらに音が向かってくる。どん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 。あの原生林の中ですよ。向かってくる。それが、そのうちに、ってところ、おい、これ車じゃないねって言ったら、音声さんが足を向いて、頭でコックリするんですよ。違いますね。これ人間かって。お経みたいだねって。みたいですよね。みんな黙ってんですよ。二三百メーター手前まで来たんですよ、それが。ちょっと買ってくれよ。私もさすがにこう神経がピーッと来たもんですからね。ポラを持って、みんなのいるところから10メーターぐらい、その声がこっちへ迫ってくる方向へ向かってったんですよ。原生林で歩いてって、カチャ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 歩いてって、もうかなりこっちも興奮してましたからね。カメラを腕で目いっぱい高くに上げて、頭上に上げて、パサーンしてたんですよ。ストロボがたかれて、バーンって白くなったんですね。瞬間、私の目の前で、うわーって、ダーッと飛んだ。スタッフみんなぶっ飛んです。うわー逃げるなー逃げるなーって言ったんですよ。みんな逃げれない。逃げようと思って真っ暗だからどうしようもない。なんちゅうのもう頼りはですね、その照明さんが持ってる頼りしかないんだから。その方だけだから。稲川さんどうしようってディレクターが、稲川さん、これまずいですよね。絶対まずいですよね。俺絶対に普段だったらば、そういうとこ突っ込んでこの人間なんだけど、これ絶対まずいですよね。とか、まずいね。逃げた方がいいですよね。稲川さん、やめましょうね。って言うんですよ。で、今どうしたったら、入ってます。音取れてます。照明さんも、今の取れないけど、なんか方向分かってんだけど、カメラもどうしよう。と、二三百メーター向こうに乗って、と出すんですよ。いいか、じゃあ俺もう一回行くから。もう一回行くから。大丈夫ですかって。いやいや、わかんないけど、もう一回だけ行ってみるよ。カメラ、またカメラ直して。もう曲家の人は泣いちゃってるんですよね。それで、さっきよりもっと帰ってみたんですよ。電線の中。音が近づいてくるんです、こっち向かってる。よーしと思って、頭でカメラ見ながら、カーッと見流してて、一気に撮っちゃおうかなって、ピシャーって言ったんですよ。パーッと飛ばして耐えられて、真っ白になったんですよ。その真っ白になったら、その真ん中だから、うぅーバーッて、買いましょう、バーッて荷物持ってみた。って言うんですよ。で、私は先頭でもってみんなとこついてくる。で、足元は暗いわけですよね。そしたら、私が走ってるのと同じように、藪の中を、ピシッと音がするんですよ。なんか今撮ってやると思って、カメラ横向きながら走ったら滑ったんですよ、足。滑った時からピシャーストップ耐えちゃったんですよ。それで、その剣道のとこまで行った。またその原生林の中ですけどね。で、その許可の人に挟まれて、私真ん中に乗ってマイクを持ってまとめに入ったわけですよ。カメラ待ってるんですよ。かすかにね。だんだんど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 ん、ってきたと、うわ、いけねえってみんなで塩まいたり、興味あって、バーッ逃げて、ロケバスに飛び込んじゃった。うちの車を持ってったんですか、それはうちの人間が一人乗ってて、私はロケバス側に行ったんですかね。それで、おい、ちょっと写真見ようやって、見たんですよ。それで、バスの一番後ろで持って、カメラ回して撮ってて、そうすると、さっきの骸骨がありましたよ。と次に、私が滑った瞬間、写真があった。これは下に雪で凍ってるわけですよね。だから足跡があったともへっこんでるわけなんだけど、これは丸く出っ張ってポコポコしてるんですよ。なんだこれと思ったと。形になってきた。そしたら違う。まるでレリーフみたいに、雪の形でもって、その雪の道がですよ。女の人がね、ドテッと倒れてるんですかって。ええ。手を前差し伸べて倒れてるんですよ。うっくせ。髪が乱れてて、その人の背中に、おぶさったみたいな形になって、あの赤ん坊が手回して乗ってんですかって。足元に、地面から手だけ抜きてって、ちょっとね、顔に抜きてって、口開けてカーッと苦しそうな顔してるんですよ。
その女の人がまた上に2つ斜め向いた顔が2つ口開けてんだよ。ああ、うわ何これ気持ち悪いって置いたんだよ。こっち写真見てったら1個あった、これ誰撮ったって言ったら、その東京の方の局アナの女の子で、私撮りました、私が一番その源泉の奥にいるわけで、手前方にはその先ほど源泉に突っ込んでた女の子がいるわけで、その子のヘルメットを私が撮ってあげてる時の写真なんですよ。それでその、後ろ側にみんなスタッフがいるわけで、でストロボ隊って言ったんだよ、のにこの後ろが真っ暗なんですよね。普通だったらこの源泉に映るでしょ、映ってない。でもすごいのは、私の斜め後ろぐらい地上から3メートルのところに真っ暗の中に男の半分の顔が映ってるんですよ。じーっと私を見てる。で、ジェフさんが、これやばいじゃない、矢野さんね。ドライバーさん、もう危ないから帰りましょうよって言ったら、はい。うん。え？エンジンかけてなかったの？って言ったら、いや、カメラ待ってるからエンジン止めてました。嘘。さっきから車の後ろ持って、うわーって言いました。これ実際番組になかったんですが、クイズ番組としては成立しなかったんだけども、流しました。すごい反響ありましたけどね。私のね、このブレーンっていうかな、その仲間内に作家でもって中山という男がいるんですよ。彼もツイッター研究してるんですが、そういう目にあったことあるって言ったら、ないって言うんですよ。ところが、あ、思い出したあるあるって。で、彼は、その学生時代大阪の大学だったんですけど、家がちょいと離れてるもんですから、当時まあ学生ばかりが、その、下宿するアパートに入ったんですね。ところがそのアパートの住人っていうのは、2階の一番端に先輩、一つ置いて自分の部屋。他は人いなかったって言うんですよ。で、その先輩とってもいい人で、ある時、中山、まあ、最近あれだな、あったかくなってくると、窓開けとくとな、鳩が来るんだよ。可愛いんだぜ、って言うのそうですよ。あ、そうですか。もう、ポッポポッポ泣いてな。最近はあれだぜ、俺の部屋の畳降りてくるんだよ。へぇ、目開いちゃうとな、鳩逃げちゃうからさ、俺目開かないんだけど、どんどん近づいてきて、もう全部慣れてきたよ。可愛いもんだよ。そういった先輩がですね、今国の方に用があったんで、帰っちゃった。で、やつ一人だけこの、残っちゃったんですね。アパートに。暑いもんですから当時ね、気の利いたもんもないんで、窓を開けてから寝てた。で、うつらー、うつらーとしたその明け方ですが、ポッポー、ポプル、ポポー、ポプル、鳩だなと思って、あ、そうか、先輩に手で鳩なんだな。先輩が帰っちゃったんで、俺のとこ来たんだな。ふっく、ふくる、ふく、ふくる、トン。おー。部屋入ってくんじゃねえか。かわいいもんだな。それがだん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 自分に近づいてくる。くく、くくる、くく。あ、近づいてくるわ。と目開けちゃうと逃げちゃうからな。目つったままいてよと思って、はーってさ。くく、くくる、くく、くくるってし。これ違うぞ、これ。鳩の声じゃねえじゃねえか。よく聞いてると、低い男の声で。笑ってる。だん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 近づいてくる。その時、彼の頭の中にあったのは、畳から鳩のくちばしぐらいのところで人間が声が出せるって言ったら、それが生首しかねえんじゃねえかと。それが、って、うわぁ、頭ね。これ絶対見なくちゃいけないよ。これ危ねえよ。じっと見る。体が硬くなってきちゃう。どうしようもない。って言って、だんだんだん自分の右の下まで来たら、絶対目開けるもんかと思ったら、って消えた。当てれたら目開けよ。あいつが部屋出るまで絶対もうこのままにしてよ。ああ、もてやったかなと思って。どうしようかなと思った。ドーンと自分の腹で乗ったって。それがちょうど稲川さんで、そのぐらいの目方なんだって言うんですよ。どうも自分の腹の上でもって、跳ねてるらしい。ドンって、なんだ上で、嫌だな。ドンって、胸とかして、ドンって、絶対目開けるもんな。首筋に来て、ドンって、苦しいから、はっ胸前に顔があって、ああって言ってられたんですよね。そのうち、先輩に会って、先輩、鳩どうしましたって言ったら、ああ、相変わらず部屋に来てるよって言ったんですよね。私のところに若手で佐々木というマネージャーがいたんですよね。これがいいやつでなかなか、可愛かったんだけど、これね、いろんなの持ってくんですよ。こういう写真悪かったとか、こういうもの持ってきたとかね。
で、ある時ね、真面目な顔して、うちの弟が、変な目に遭っちゃったんですって。なんだよ。弟さんという人は大変にスポーツマンでガッチリした体格の持ち主なんですが、私の仕事と付き合ってますからね、マネージャー帰り遅いんですよ。で、遅くに家帰ったら、部屋に電気がついてて、布団の上にしょこんと座って弟さんが、青ざめた顔で持ってじーっと自分のこと待ってて、ああ、兄貴待ってたよって言うんで、なんでお前何があったんだ。いや、親父出張だし、おふくろと二人きりだから、たまに兄貴と喋ろうかなと思って俺待ってたんだ。そのうちおふくろ寝たみたいだから、俺も布団の中入ってようと思って入ってたんだ。そしたら電気がチカ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 なるうちに消えちゃったんだよ。動こうと思ったら体が動かない。ああ、これが金縛りかと。おふくろ呼ぼうと思っても声が出ない。嫌だな、たまんねえなと思ったら、足が重くなった。なんだこれと。その重いものがだん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 上に上がってくる。焦りもあるもんだ、息が荒くなって。どん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 上がって腹の痛みが出る。その時に、待てよ。こんな目方が移動するなんてことはありえないことだから。呼吸を変えてみようと思った。苦しい中で弟さんが、ゆっくりと、もう一つ呼吸が聞こえる。部屋にもう一人誰かがいる。いや、たまんねえなぁと。ぐん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 来て、胸が苦しくなってきた。胸苦しいとって、はぁ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 、なってるし、首をぐーっと誰かが締めてくる。息がだんだんできなくて、気が遠くなってくる。苦しいとだ、と、頭のかすか上の方で、低い小さな声で、殺してやる。殺してやる。お父さんも驚いて、うわーって立ち上がっちゃった。その時兄貴が空中で油に行った男の顔を掴んじゃったんだよ。私は店やってるんですけどね、その店に坊さんとその妹さんが来るんです。まだ若い坊さんでね、この人サーファーなんですよ。でね、しばらくぶりにこのサーフィンやろうってんで仲間に連絡したら、いいよいいよってんで、3人仲間ができた。で、4人揃って車で持って出かけたって言うんですよ。で、朝飯食ってないからお前どっか寄ろうよって言って、街道沿いのレストランに行ったって。で、入ってって、時間がないからさ、みんなカレーでいいよなって、カレーねーって言ったんだそうです。たら、はーいって女の子が言った。どうもいらっしゃいませって水置いてった。あ、一人足りないよ。はーいってポンって水置いてった。お待ちどうさまでしたーってカレートントントンって水置いてくんで。またあの水のなかったやつだけがカレーがないんだよ。俺さん、カレーないよ、一個って言ったら、はーい。お前って存在ねえな、お前。水は来ねえし、カレーは来ねえってみんな笑ったって言うんですね。で、現地へ着いたけど、取ってあるその旅館が、まだ入れる状態じゃなかった。時間的に。じゃあ、それまでの間、みんなでもって一泳ぎしようじゃないかって、そのままそこで着替えちゃって、身に入っちゃった。ひとしきで遊んだとみんな上がってくると、その例のカレーの来なかったやつはいないんで、おい、ちょっとしたいって言ったら、よいないよ、な。どうせどっかで待ってナンパしてんじゃねえか、やつ残ったからって。いやいや、ほっとけよ、行くとか分かってんだから。で、またみんな、一泳ぎですよ。昼になっちゃったんで、どうするって言ったら、昼になってお前戻って、またお前、旅館から来るの面倒だから、ここで持って夕方までやっちゃってさ、腕旅館行って一息つこいよって、あ、それもそうだよな、って。で、みんな戻、海入った。もうすっかり気分も良くなっちゃったし、どうしようか、って。あいつはって、まだいないって。しょうがねえな、どっか透け込んでんじゃねえかって。いや、構わねえよ。もう来るとか分かってんだから。じゃあみんな行こうかーつって部屋引き上げちゃった。で、夕飯の支度してありましたから、いただきながらみんなでビールでも飲んでるうちに、すっかり疲れてんで、みんなそのままパタッと倒れて、カー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 寝ちゃったって。夜中らしいんですが、下の声でもって、から目開いたったんですよね。襖の向こうから、すいません。夜分すいません。はい。すいませんが、ちょっとよろしいでしょうかと。ええ。おかみです。はい。開けるとおかみが立ってたんで、何ですか?本当に夜分に申し訳ないですけど、実は玄関に警察の方がお見えになってるんですけど、ちょっとご用があるそうなんですが、よろしいですか?お、いいですけど、眠い目こすりながら、玄関まで行くと男が立ってて、薄暗い中でもって手帳を見せて、こういうものなんですけど、すいませんが、夜分に申し訳ないですけど、突然ですけども、ご一緒に来た方と思って、まだ帰ってない方いらっしゃいませんか?
あ、いますけど何かあったんですか。いや、その事件ですか、事故ですか、なんかあいつ悪さしましたって。いや、そういうんじゃないんですが、これからちょっとご一緒にお付き合いしていただくってはいかないですかね。はい、ちょっと待ってください、連れがいますけど。なんだろうと思いながらも仲間たちがこうやって起きろよ起きろよ、なんだよ、手がそう起こして、いや、まあ今警察が来てて、どうもあいつのことらしいんだけど、事件の中に巻き込まれたらしいから、一緒に来てくれよ。うん、しょうがねえなって、三人で玄関まで行って、その車乗せられて走り始めた。一体何があったんですか？山さん、何なんです？聞いたら、いや、誠に申し訳ないんですが、実は昼に、死体が上がったんだけれども、どこの人間かわからないんで探してた。それで、こちらに来ているサーフィンなどやってる方を、一軒一軒回ったりでたらこんな時間になっちゃったんだけども、早く身元を知りたいし、解決したいんで、申し訳ないけれども、夜分って本当に申し訳ないけども、確かめてもらえないか。他の二人が冗談じゃないよ、女の子起こされて。死体なんか誰が見たじゃん、なんか冗談じゃないよ。もしもこれが他の人間だったら何だか分かるしない、ね、そうだね、あの本当にもうあれだぞ、顔出しやがったらただお金と本当にこっちのけでもってバカ野郎こんな目に遭っちゃった。行った車が止まったら病院ではないんだけども、そういう建物があって通されたったんですよ。長い廊下行くとドアがあって、それをその警察の人がぐーっと開けながら、じゃあすいませんお願いします、カチンとついてると小さな電気がついたんですね。ふいって3人を覗いてみると、奥にベッドが1個あった。でもベッドには何にもない。って言ったら警察の人が、はい、指差しになったんですよ。なんとベッドの上ではなくて部屋の隅の方にシートかぶったものがこう横たわって、あれですかって。そしたら友達2人が、俺だからね、俺見ないよって、俺絶対見ないからね、お前見てくれよ、お前坊さんなんだからって、よせよって。一応坊さんですから、昭和から入ってった。しゃがんで、そう、警察が頼むって目すんで、じゃあ、見ていいですかって。じゃあお願いします。彼が、うーっとこう見くった。その瞬間に分かった。っていうのは、髪の毛見た瞬間にやっぱり友達って分かるんですよね。嘘だろうと思いながら、ひょっと見て、ああおい、大変だぞって。うわー、どうしようって、台所よ。そうですよって、死んでるんですかって、死んでる。どうしよう、すいません、じゃあこの人は身元教えてもらえますか、連絡警察取りますからって。いやいや、じゃあすぐこっちは連絡なしろ、家族に入れるからって、お前入れるなって、おこっち俺電話入れるなって、ええことにしてたなって、一人で行った。あと警察さんの方、警察さんの方だって、はい、わかりました、身元の方ですけど、ちゃんとそのご友人の方が確認されましたんでって言ってる。なんでこんなことになっちゃったんだろうなと思って、その坊さんじっと見てた。それでシートかぶせた。それで手合わせたら、もう一人の友達が来て、おい、こんな時だけどおかしいと思わねえか、何が、俺さっきから気になってんだよって。何がだ、お前このシート長くねえかって。言われてみて確かにシートが長い。人一人の長さってのは大体限られてますからね。長いよな。あれ？すいません、お前さん。はい。これ、シート全部長いですよね。これ、見ていいですか？で、彼がもう一回、スーッとめくった。友達の顔があるウェットスーツを着てる、シューッと見てる。胸から腰あたりまで。太もものあたり先に、ふっとこの灰色のもやもやしたものが見えた。なんだこれと思って。あっ、あーってみんな驚いた。友達の太もものところに、ベタッとひっついてるのは灰色の髪の毛で、両足をばあさんがガーッと抱きついて、うっぷしてる。死体は二つあったの。お前さんこれ何ですかって聞いたら、いや実はこのおばあさんってのは4日前に海を落ちて行方の分かんなかった人だった。じゃあなんですか、死んだばあさんがこいつに抱きついたんですか。その坊さんが、ちょっとその警察のが、いやだからそれが分かんねえで我々も今苦労してるんです。新聞には稲川さん、サーファーの死というのとそのばあさんのは別に載りましたけどね、友達なしにしっかりとばあさんが抱きついてるんですよね。大阪の番組でもってドラマを作ってくれ頼まれましてね、生意気にも監督を兼ねてたと知ったんですよ。
そしたら、山の中のですね、まあ、昔は分校だったんでしょうかね、小さい建物があるんですよ。でも、これは秋には壊しちゃうんで、ご随にどうぞってんですよね。それで、私、役場の人にこの鍵開けてもらって入ったんですよ。中真っ暗ですよ。教室は3つぐらいあるのかな。その中は、どれをどうセット使うかと思って、トコ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 歩いてたんですよ。で、一番奥の部屋に、その教室の中にね、この、かなりの年齢の人が立ってるもんですから、あ、どうも、すいません、お世話になりましてって言いながら、枝分かれした道を一本行くと、その、営林関係の人の、その、合宿するような部屋が一個あって、そこまで行ってから、はっと思ったんですよね。あの人、いつ来たんだろうなと思ったんですよ。真っ暗でしょ？私一番最初入ったんですよね。私を待ってんなら電気つけてますよね。それで行ってみたら、誰もいないんですよ。でも確か私見てるんですよね。で、メイクさんとビーズさんが来たから、ちょっと来てよって、何言いながらさ、ちょっと来てよって言って、二人の手掴んでって、ねえ、どんな感じするって言ったら、冷たいって言うんですよ、その場所が。へえ。で、出てきたらみんなが搬入してるわけですよね、いろんなもの。で、ひょいって見たら、そのさっきの一番端の校舎のあたりから、影がピューッと走ってくるみたいなんですよ。誰かいたんだなぁ、なんて思ったんですね。で、そことのロケをずっとやってまして、まあ、途中でもって女優さんが来て帰り、俳優さんが来て帰りするわけですけど、途中でその、決算するわけですよ。そしたらそのプロデューサーが、皆さんおかしいんだって。この日、誰も帰ったやついないのに、ちゃんと乗ったことになってる。長野の駅から相当あるんですが、車で送れないんでタクシーと、その、提携して、割安でもって送ってもらったわけですよね。で、どういうことって聞いたの？いやいや、今タクシー会社に連絡取った。それ確かに送ってるって言って。でもこの人本当は女優が帰ったんだけど、その人帰ってないって。ロケがおっしゃったもんだから次の朝帰ってるんだよって言うんですよ。タクシー会社の方が連絡取りましたら、いや、確かに乗っけてます。運転手おりますから変わりますって。運転手さんが、いや、女優さんって聞いて行ったんだけど、車で待ってたらば男の人が来たんで乗っけちゃった。長野の駅まで着いて、ありがとうございましたって言ったら、いないんだよって言うんですよ。いや、随分降りるの早い人だなと思ったけど、普通だったら車の前方方向を歩いていかないと駅なのに、買い物でも行ったのかなと思って俺帰っちゃったって言うんですよね。そんなバカだね。空で行くバカもいないんだから多分そうかね。言ってたんですね。まあ、そうこうしながらそこのロケがどうにか終わったんですよね。で、ところがそのプロデューサーの乗った車っていうのは、俗に言うアーマゲン仕様ってやつでもって、ド派手な車なんですよ。しょっちゅう矢が見ても垂らすからみんな笑ってたの。こんな車持ってくるからって笑った。それで、全部の撤収が済んで私確認をして、重要なスタッフだけが最後になって、じゃあ行こうと。みんな車帰っちゃったから。で、その、アシスタントで動き回ってる女の子がエンジンかけた。わーって。走り始めたら、ギギギギギギって音がするんですよ。え？で、みんな、あーなんだよ。ほら、また垂らすってるってから誰も降りようとしないんだ。で、また、ギー。ギーッと落とすんですよ。そうこうするうちに、どうやら走れる道へ出て、スーッと進み始めた。で、ひょいっと見たら、そのハンドル持つ子が泣いてるんですよ。なんだよ、どうしたんだよ。え？って言ったら、どうしたの？さっき、車が鳴ったの。車に腹すったんじゃないんです。何が？運転してる時に、ミラーで見たんですけど、あれ、校庭に端にあった、ブランコが誰も乗ってないのに一つだけ揺れてたんです。その音がギーギーって言ってたんです。そう。それブランコの音。ね。ああ。僕らも見てるんですよね。こうやってブランコがあったんですよ。で、映像が出来上がって編集段階で見たんですよね。確かにブランコの骨組みがあるけども、そこブランコはないんですよ。でも僕らみんな見てるんですよね。そこからぶり下がってるブランコもね。でも映像にはないんですよね。おかしな経験でしたよね。